刑務所に収監されていた38歳の主人公のマクマーフィーは、刑務所での強制労働を逃れようと精神病院に詐病によって移送されました。府庁の定めた病棟のルールに片っ端から反抗し、薬を飲んだふりをしてごまかすマクマーフィーは精神錯乱を装っていると疑われていました。病院が病を癒すのではなく、むしろ病人を作り出していく。だから同家役のマクマーフィーはこうした不当な処遇を告発するような言動を常にしている。患者たちと病院から脱走して釣りをし、仲間意識が芽生えた患者たちで笑い合う。マクマーフィーは刑務所に送り返されることを恐れ、リクリエーション用のバスに乗って患者たちを連れて脱走した。マクマーフィーの反抗的な行動によって、院長たちは彼を危険人物とみなし、さらに府庁の逆鱗に触れ、彼が病院から出られないようにした。マクマーフィーに影響を受けた患者たちは、次第に意思を持つようになり、そんな患者たちの様子の変化に、府庁は警戒心を持ち始めた。病院の体制を壊す数々の問題を起こし、最後にはロボトミー手術を受けたマクマーフィー。一緒に脱出をしようと提案されたチーフはマクマーフィーの廃人状態を見て、彼を楽にさせ、彼の思いを胸に脱出を図る。規則にがんじがらめにされる社会、規則から飛び出して自由を求める人生、人間の尊厳とは、自由とは、自分らしさとは何かを問う作品。格好の人は精神病院の別称。